どうも、どうもジェリンです。どうぞよろしくお願いしますってことでね、まあ、ちょっとこうさよならシリーズってことで、まあ、3日目3投目ですね。まあ、最後の5-5をね、まあ、ちょっと振り返っていこうかなという感じですという、うん、重なるよねやっぱね、なんかね、重なるってことで、まあ、5-5がちょっとだんだん、まあ、岩手に行って、まあ、ちょっと怪しくなってきてと、うん、ただまあその足元とかじゃないんだよね、まあ、今日もですねっていう、今日も頑張らさせていただいてますみたいな、そうどんだけ涙ひらせるんだよっていう、まあ泣かないよね、ぶっちゃけ、あの泣いてたらマルチ続けられないよねっていう、引退っていうサイクルはまあ少なくとも 4-5 年でやってくるわけだしっていう、そう3日連続ですね。はい、まあ暇なわけではないんだけども、ただ俺がやっぱ馬主やるっていうのは、まあ、配信セットだからっていう、マジで、まあその記録残していかないと生きた証にはなんないよねみたいな、まあ、そういうことでちょっとね今日も頑張らさせていただいておりますっていう、急にしか来てないっていう、まあ人数じゃないよね、何度も言ってるけど、たった一人の、まあ、リスナーさんでも、まあ、本気でもうガチンコでうまく語り合えれば俺は配信やりたいなと思ってる、まあそれがちょっとこうニコ生というステージでは、まあ、なくなるかな的なね、まあ、そんな雰囲気は出ておりますが、まあそれはそれこれはこれみたいな感じかなと思いっていうね、まあ頑張っていきたいと思ってますっていう、今日もついやって、まああのね、なんて言うんだろう、生きとし生けるもの、これ人間ですらよ、まあいつか終わりは来るよねと、まあそんな中で、まあ5-5もね、まあ本当怪我もなく来たんだけども、まあ足もそんな速くないからね、まあとはいえいつか来るよねというところだとは思う、本当、まあそんな中でのね、5-5を、まあとはいえね、よく頑張ったと。いうところでこう振り返る時が来てもいいんじゃないかなということで、はい、まあ、こうして、まあ本当ね、でも5-5は5-5、俺ぶっちゃけ俺乗ってますからっていう、そして勝ってますからっていう、そこなマジで、マイタジャン園田専用猫マジでっていう、もうそんなになんか結構久々に塗り替えてるよねっていう、すごいなマイタジャン本当に。まあでも、てか今日別にさ、でも重馬場だったっけ、すごいね、これね。その辺もなんか、まあ時間があれば振り返っていこうと思うんだけども。5-5人気なんか人少ない。まあそういうことじゃないと思うけどね。別に今日5-5やりますっていうことを言ってるわけでもなくみたいな。まあたまたまでしょうかみたいな。まあいうことで。なんとかね、まあこの5-5にとって、まあ結局馬主としての選択としてはね、なかなかいい最後を、の迎え方をさせてやれなかったよ。もう坂でそのままな、引退させておけばみたいな、あったけどもさっていう、松野のパーマをストレートにしようっていう、まあ、そのなんか元に戻るみたいな、もうね、まあ、ちょっとチリチリですけども、まあ、少しも傘が増えればいいなと思いみたいなね、まあ、いうことで、まあ、ちょっと今日はね、5-5で何で振り返っていこうかなと思ったんだけど、やっぱね、大原さんの動画で、行くのが、やっぱりよく一番まとまってるし、いいんじゃないかと。あんたの顔はってことでね。じゃあデスクトップと。どうも。どうもジェリーです。どうぞよろしくお願いしますってことでね。まあ、いうことで、やっぱこう、ね、動画職人大原さんの動画で、まあ、やっぱ振り返るのが一番いいんじゃないかなと思い、ちょっとこちらでね、見ていこうというふうにちょっと思ってますってことで。まあ、ほんとね、なんだろう。もう、まあその岩手という選択、まあそのね、まあいろいろね、あの事件も、去年、まあ今年もか、起こって、そこにもまあ5-5もね、巻き込まれていったわけなんだけども、まあそれ以上にね、やっぱ競走馬としての限界っていうところを、馬主としてちゃんとこう感じ取って、まあ引退させてあげるというところまで、が競馬だよね、みたいな、引退させるまでが競馬ですよ、みたいな。ところを、まあ、非常に感じたというか、思い知らされた、
まあ、そんな意図だったよね、みたいな。うん。ということで、ちょっとこちらの、まあ、大原さんの動画を見ながらね、うん、午後のちょっと、まあ、出会いから、確か出会いから入ったよね。おぉ。まあ、ちょっと行こうかなと思いますんで、ちょっとこちらクリック。ちなみにね、これ大原さんの動画、いろいろこれ上がってますけども、なんかちょっとこれ再編集中ってことで、うん、そうそうそう。うるせえよ、頭髪にいた男って、どんな表現やねんって、もう愛も、愛のかけらもないよね、みたいな。おぉ、そうそうね、まだ、あの、ギリギリ引退を免れておりませんか、みたいなね。まあ、現役続行です、みたいな。そうそうそう。今なら絶対買わないままだろうけど、良い勉強になった。あのね、今なら買うか買わないかって言ったらね、5%買わない。うん。ただ、とはいえ、この、買ったら、ちゃんと面倒を見るよね、という、そのやっぱ、こう、午後に対して接してきてきた、まあ、大半のその馬主としての、なんだろう、役割というのは、俺は果たしたつもりであると。ただ、その岩手は余分だったということも、合わせて勉強になったかな、というふうに思いますので、うん。まあ、それはちょっとね、この、動画を見ながらということで、ちょっと振り返っていこう。うん。これ大丈夫なのかな？おぉ。ちょっとこれね、大原さんのなんか記事もちょっとこれ見ていこうという。はいってことでね、ちょっと、うん、よく、まあ、特に午後については書かれてなかったので、はい、ちょっと早速動画に行きましょうってことで。うん、これ、そのまま再生でいいのかな、これ。ブレスだけど、しんちゃんのことを恨んでるよっていう。まあ、だからブレスにも本当に、まあ、俺がちゃんとね、その時に、俺が今みたいなその騎乗技術、うん、があれば、まあ、もう少し、マシな待遇を与えてあげられたかなとは思うんだけども、うん、だからそのいろいろ足りないものも含めて教わったよねっていう、そういうことかな。俺はそこでこう何かそのできなかったことを放置してない、成長していくってことをまあ積み重ねてきてるから、俺は胸張ってブレス含めてジャパンもムービーも、今の俺を見てくれたお前たちのおかげで本当俺成長できて今の馬たちを支えてるよって胸張って言えるかなって思います。はい。岩手って今現役のグナーデ、グナーデだっけ？うん。まあ、ちょっとそこ増やすのは、ね、増やしたらちょっと本当どんだけ脳ないんだよみたいな、脳なしだよっていう思われてしまうんで、一旦はそこでキープです。はい。てか、現役今なんと、岩手一頭、難関一頭、園田一頭かさ、まあ、まあ、一応一頭か。まあ、一応、添付されたら二頭か。おぉ。で、佐賀が二頭。だから6頭。おぉ、減ったよな。おぉ、まあ、ここにシンバが4頭入るから10頭なんだけど、だよなぁ。あ、違う。オリオン忘れてた。おぉ、あれ？ちょ、待って、結構、待ってよ。ん？岩手、南関、中央、園田、で、まあ、園田、テンプス、7頭で7頭。うん、7頭。おぉ。前だけど、しんちゃんのこと恨んでるよっていう。まあ、こっちのセリフだよ、バカやろ、マジで。おぉ、まず俺に対して、ちょっとなんか、その中国再生金属について、ちょっと謝罪はないのか、みたいな。おぉ、なんか、シンガポールで富豪とね、なんか、幸せに暮らしてるらしいですっていう。そうそうそう。この動画の人、変な顔、俺じゃねえか、それ。俺ですよっていうね。そうそうそう。晴山だけど、今年のシンバ入居はいつですか？本気でそれ聞かれてる。うん、ちょっとなんかでもいろいろ順番あるよねみたいなね。そうそうそう。幸子だけどあんたのこと恨んでるからなって。まあ今でも幸せだからいいじゃない？今で、まあここでこそ幸せな子。名前の通り、ね、叶ってよかったねみたいな。まあ俺の事情にいるときはね、まあ不幸せな子だったねみたいな。そうそうそう。言おうといこうか。うん。再生。これでいいのかな？ピュー。あ、全画面違った。ちょっと待って。一回戻ろう。どうやるんだよこれちょっと。待って、YouTube ボタンクリック。これでいいのかな？これは止まってる、止まってる。ちょっと一回これパス落とそうか。で、これで、これかな？ちょっと待ってよ。これか？ピュッ。なんで、ブープーって。ピュッ。ちょっと待って、大きくなれ！一旦！おい、ちょっと、これかな？ピュッ。シアター、あ、来た。もう、これ上のバーいらないよね。あ、でも。悔しい。来年このレース出たい。これでいこうか。ダービーじゃないと見ないんで。まあ、これは俺がね、第1回綾競馬の時みたいな。うん、そうそうそう。僕は努力しないです。この時には晴れ王に乗って、まあ、俺の騎乗技術の足りなさにより、っていうな。浦和も行ったな、これ。まあ、今もね、行っといますけども。まあ、こうね、競馬場で騎乗技術の足りなさみたいな。かなったでこれ。そう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 。おお。ありがとう。こういうのもあったよねみたいなね。そうそうそう。この馬に乗ってるハゲは俺だよだから。そのハゲ俺だよね。ね、まあ札幌系のまあこうやってまあ JRA の免許取るわけだよ。
ちょっとなんとね、行きましょうか。本当に一つ一つの積み重ねだよねっていう、もう飛行機だけで死んじゃうことは恨んでるよっていう、俺も恨んでるよマジで、半年で帰ってるみたいな。髪型がちょっとね、なんかもう若干ちょっと怪しい、危ないみたいな。なんで車台の勝負服パクってるのって、あの時はだから俺 JRA のまだ免許を取ってなくて、うん、で持ってるのがもうレプリカの勝負服だけだったんだよ。だからもうそれ着て取るしかないみたいな。なるほどね。ここは渡先生ね。うん。まあ俺みたいな。おお。そう、首の骨を折っているっていう。うん。まあここいいか。ここ関係ないから、ちょっと55のとこまで進めよう。俺の首の折るシーンはちょっといいからね。そうそうそう。おあ、ここから行こう。ここから。おお。55テンション上がりすぎた。ちょっとこの辺から行こうっていう。そうですね。そこだけ。気になりますけどね。まずこんな顔なんだ。あんま見ないで俺のことはねっていう。そうそうそう。イケイチョウ挙手みたいな頭だなっていう。なんかちょっとね。おお。なんかあのちょっとつんつん、あ、これ55の出会い。ほら、こっからよマジで。これ、これね、あれだよ、どこだ。あのどこだっけこれ。おお、青浦牧場だ。うん。なんだ兵庫県のね。おお。これ55との出会い。これ1歳だ、2歳だっけな。まだデビュー前。おお、懐かしいよねってマジで。おお、ピンクのネクタイするな、バカ者って。僕赤だよ、赤。勝負の赤だろっていう。そうそうそう。すげえハゲてるなって知ってるよ、だから。もうそこはそっとしとこうっていうね。おお、これ、いくつの時だ、これ。で、55だ、8年前。だからもう本当3時代前半で本当何でもできるみたいな。おお、そんな時期でしたみたいな。そうそうそう。おふわっとさせようとして。当たり前だろ、0時15分、出走レース集合30分前。まあここでな、55も面子かぶり、馬主騎乗と、すでに騎手交代を考えて慌ただしく拒否したが、松野氏の熱意を抑えてか馬上で様子を見ることに。まあ、俺首の骨折れてるから、この時前日のレースで落馬して首の骨折れてるんで、ふわっとさせれば政府的な発想。そうそうそう、なんかかさ増しみたいな。なあこれ55、俺なあ目の下眼下で骨折した状態よこれ。おお、ほんとなあ、俺よく言って自分でも思う、よく乗ったよほんと俺。うん、よく乗った俺マジで。おお、この前いくらやったんっていう、100くらいだったか150万くらいだと思ったよ。まあその高いまではないんだけどね。まあ、エイシンさんがいらんって言ったまだからね、そんなびっくりするほど走ることはないよねみたいな。ただ丈夫だった、うん、今考えれば別にそんなにひどい馬ではないよほんと、うん、俺も乗ってたしね、背中の感じてるから、ほんと芝やったらちょっと面白いよねっていうの思ったからマジで、うん、結局芝走れなかったな。それがちょっと悔やまれるけどね、ほんとせめてそれだけは見たかったと、うん、いうふうに思ってたんだけどね。そうそうそう。あ、じゃあ指示した通りの動きができるかも。判断材料、最新の注意を払った指示を飛ぶみたいな。おお。マジで。馬上でも時折笑顔を見え、リラックスムードを漂う、とても落馬、前日落馬で、負傷を負った馬主には見えませんみたいな。おお。庭先とか、まあ、なんか、まあ、直接オファーみたいな。渡先生もうちょっと生え際来てないかっていう、分かりませんねそれは。まあもともと生まれつきっていうのは俺もだけど、おあるんじゃないかみたいな。そうそうそう。ねえ、なんかちょっと緊張感がこれ伝わってくるよね。55も俺も、55もなんやこいつみたいな。おう、まあなんやこいつ、ずっと一緒に乗ってるからね、それはそこまでじゃないけども、うん。
そういやもうこの時の覚えてるわ、5-5の手応えとかいい感じなんだよ本当に。こなんでこの馬がね、まあ単純にそのスタミナがないとかいろいろあるんだろうけど、もっと全然やれるよねっていうな感じはすごいした、乗ってて、うん、そうそうそう。騎手松野慎一での出走が正式に決定、そしてレース発走15分前いよいよ本馬場入場の時を迎える的な、もう行こうと、うん、昨年アシスタントを務めてくれた草野さんも大いに負傷の松野氏の身の回りのサポートで当たっていますっていう、要介護だからね、お目も完全に死んでます、はい、これもう前日のゴーグルとかもなあ、このそのまま事故当時だと思ってきてるみたいな、うん、ゴーグル割れてる、まあ、顔面から突っ込んでるからね、ああ昨日のやつでか、そうそうそう、おおたんつくだったら目の下だから眼下って骨折してるんだよ頭蓋骨、うん、ああここね、そうそう、もう頭からこうね地面に突き刺さったからドーンって、そうそうそう、おドネア戦の後かっていう、なんでドネア戦やねんみたいな、起きたこれほら5号の、まあ、ちょっと引退レースっていうか、まあ、その後ちょっと延長戦あったけど、おお本馬場入場だよこれ、こんな立派な、おお、まさかのこれグレイウェストマーチだっけ、うん、ね、府中ですかみたいな、おお、相手草競馬なんやから当たり前やろ、素人草野球に社会人野球の自転車待ちてもね、バカこれ見てみろ、まあ、ここ現役の馬ゾロゾロいるから、おー草競馬行った現役の馬でセミプロのジョッキー、おーゾロゾロいるからマジで、あや競馬世界とか日本最高峰の草競馬がちょっと、ね、甘く見てもらって困る、佐賀から続々とやってくるから現役が、松田さんハゲ隠せもまあまあいけるなっていう、ハゲ隠す、まあ、この状態正解みたいな、そうそうそう、これはもう5-5めっちゃもう入れ込んでる、おこれもう入れ込もうね、あやばい感じやみたいな、ただ俺もハレオの年は本当にガチガチに緊張してたけど、今年はね、まあ、2回目ということもあって、まあ、割とこうリラックスというかはしてましたねっていう、またこの時何キロだったの、一応絞りに絞って50多分ね7とかだと思った、そうそう、サンスマイル高校 99.9 っていう、まあいやでもね人気は人気だったよ、新聞も残ってるけど、一応本命もらったから、うん、まともに補強できてないんだけど、それは競走馬だから入れ込むよねっていう、それはねやっぱこうファンファーレかかってババ見たらレースだってわかるから、それはねもう興奮しますよ、ジンバットも、ここからアプチョン一発勝負の決勝であるがいえ、スピードに長けた馬の登録が多く強敵ぞろいのレースになりやすいのが特徴だ、だから一走使いだから結構現役の馬で疲れさせたくないって多いんだよ、もうそんな中で俺がどこまでやれるかみたいな、マジで、もうこれ使ってないぞっていう、まあ使ってないけどなんかこうちょっとなんだろう、昔の G1 思い出すよねみたいな、なんか血が騒ぐよねみたいな、ね、これかっかけられる、いや金は来た、そう俺もはい持ち乗りですみたいな、お金はかけられないんだけど、なんだろう、何番にっていうのの商品券みたいな、当たるとなんか景品がもらえるみたいな、そういうのがあるんだよ、500円で買う金券みたいな、うん、それがあります、そう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 、うん、ね、いやこの時もさ地元勢なんやねんお前東京からみたいな感じで、ど素人がみたいな、だからもう内側来んなよみたいな、外行けよみたいな感じで、ふざけんなよバカだ、もう外からまくってやるから、そういうこうバチバチ感、あや上昇ダートして200ご到達へ来た、まあ、ちょっと5-5のレース見てくれやみたいな、こ3番スマイル5-5騎手松野氏って馬主ですけどみたいなね、飲みはかけねえんじゃんって知らん、それはもう各々やってるかもしれないみたいな、はいスタートみたいな、こな、もう先行策、で午後下がるのを抑えながらよ、ここは直線最後にかけようと思ったから、ここは抑えながら、まずはね、
見えるかなこれ。あ、向こう行ってね、これ。うん。おお、先頭。うん。これもまだ我慢させてる。うん。ここ我慢させてて、ただ3コーナーで若干手応えが怪しくなるのをこう感じた。うん。ここな。うん。ただ我慢して、絶対まだ。ここ我慢と。うん。そうそうそう、我慢して、でもね、こう後ろ迫ってくるんで、もう後ろ音が聞こえるんだよ、音が、手応えしなくなってる、後ろから近づいてくるの分かる、ここで追い出し、おう、ここで追い出し、もう無知をバシバシ出ながら、ここで、おう、ちょっと早いかなと思ったけど、もう後ろが来てるから、もう行かなきゃと、うん、ね、そうそう、ここで超インをつく、インをつく、もう昨日落ちてるけど、インをつくみたい。おう、こっからもう必死よ、もう無知を追いながらも必死に追ってみたいな、うん、でこう伸びるんだよね、ここで55が、ほら、ゴーサインで伸びる、分かってるみたいな、で勝ったと、うん、はい、勝ったんで、もうここは抑えてみたいな、うん、まあそういうもんよ、ほんと、うん、競馬ってこういうもんだよねみたいな、うん、マジで、うん、実況下手だなって、まあ、それお祭りだからね、うん。ゴーゴーがスマイル軍団で一番キャリーなかったんで、まあそうだね、うん、あの結果あのプロバイドも引退したんで一番長く頑張りましたみたいな、うん、で、あ、もうこれでちょっとね、こうよかったよかったと思ってゴーゴー止めようと思ったら、ここでゴーゴーが芝に芝づくっていう、芝が横にあるんだよ、落ちるみたいなの、これここで落ちるみたいな、おいおいおいみたいな、ラクファとなったのすぐ立ち上がり歩き出したレースを近づき落ちてしまったように映るみたいな、午後ちょっとつまずいてねみたいな、ラクファしろしました、はい、しましたって、かっこいい勝負だな、あ、これはね、うちの勝負です、あの実際 JRA に登録してるあのスマイネ軍団の勝負ってことで、本当に死にそうだったんだっけ馬主がっていう、まあ死にそうだよ本当に、こうやって、ウィニングランは徒歩みたいなね、そうそうそう、ウィニングランなぜか徒歩っていう、お、わかるこれ、うん、表彰式みたいな、午後もね頑張って走ったよ本当この時はマジで、よかったよかった本当、インついてきたら閉めちゃえばいいじゃんっていう、そう言うだろ、そう言うよね本当、やってごらんよみたいな、やってごらんよみたいな、もうこっちも手もフラフラやしみたいな、そうそうそう、迷惑かけんなって、迷惑じゃない、ここは迷惑やねん、頑張ってなあ、みんな喜んで、これ以上競馬よね、夢と感動を与えられたんじゃないかみたいな、果たして午後が客に突っ込まないように指示でしたっていう、まあそうだよね、本当午後がまさか、ま、あの騎手のせずに帰ってくるみたいな、ちょっとね、そういう中笑いつきみたいなね、あ、よかったっていう、なんかやったねって感じだよね、本当ね、俺も、もう5号もよ、よかった、勝ててっていう、みんなが一生懸命ここに向けてね、まあ馬を調整し、まあ俺も騎乗しっていう、よかったよ本当。だから5号となんだろう、こう歩んできた、まあ、その歴史っていうのは、その成績に表れてないところ含めて、いろいろあるよねって。馬主を放っていく、午後、放っていく、もうね、大変です、本当、いろいろ、いや、よかったよ、本当、よしっていうね、これ、勝ったぞって、これ、みんな応援してくれた人いっぱいいて、そう、で、これ、救務員の人、あやでね、その午後ずっと考えてくれたっていう。午後の最後、そう、午後は最後のまあ晴れ舞台というか、最後の勝利はまあ俺が挙げてやったっていう、そうそうそう、客席に飛び込む可能性もあるため必死だったっていう、まあ、止めたシーンをちょっと俺見てなかったんだけど、まあね、ちょっといろいろ大変だったみたいな、お前勝ったの、勝ったよ当たり前だろっていう、1着で1着で、カクカクやねんから、まあ、これは俺のパソコンがヘボいからだ。まあ、皆さん、ね、よかったら小川さんのね、あのツイッターから動画リンクしてみてください、まあ、首は痛いよね、折れてるから、お疲れ様でした、お疲れ様でした、おめでとうございます、おはようございます、どうでした、僕はまだ全然なんて言うんでしょう、どれぐらいのレースだったのか、いや余裕はありましたよ、
3コーナー回った時はちょっと詰められますけど、ね、そうそれ以外に関しては全然余裕を持ってまあねま、まあね、うん、はい、向こう上面の時に、うん、追ってきたんで、一番の馬が、あ、これは手応えが危ないなと思ってたんですが、余裕があったんですよね。ずっと僕は我慢させたんです。そう、ほらね、そうなんですよ、我慢させたんですよ。我慢してたよ。そう、よかったな、作戦通りですよ。作戦ですか。そう、さっき言えば6戦目を、まあ、6戦目にして初勝利、はい、デビューの年は藤田七子ジョッキーと一緒です。はい、同期ですね。うん、まあ、やっぱ僕ちょっとね、感じたことはあるんですけど、何でしょう。おお、またやれるなって。あら、まさかの。ちょっと今週も水曜くらいに戻そうかな。まあね、戻すよねっていう、これ勝っちゃったんで、ね、みたいなのはないですよね。まあこれは当然行くよねみたいな、あるかな、もうワンチャンみたいなのは自らの手に入れる手応え、そう、まあやれるなという手応えをね、馬主自ら感じる、それをレースからまあ得られたっていうのは本当良かったねみたいな、うん、まあ、俺はね、うん、俺はちょっとこの後ね入院しなきゃみたいな、はい、うん、多分ドクターストップというか、まあ右目ほとんど見えてないし、ね、かかってるんですよね、うん、はい、ノンストップですからね、うん、まあ多分大変だったな、折れてると思います。折れてるのは折れてるでしょう。どこでしょう、ね、そうそう、首と頭です、ね、首と頭が折れてる、そんな気はしますんで、はい、まあ大丈夫です、ね、そうですね、はい、まあ55本当いろいろありがとうっていう感じだよな、こう、これを見てるとなお、まあ、おめでとうございます、おめでとうございます。やったよ、まさか勝つと思ってなかったし、これね、いやほんまに、いや草野さんも絶対嬉しいですよ、僕は嬉しいです。うん、よかった、みんな喜んでくれてね、競馬の本質ってここだなとは思います、本当に。おお、いや去年のこともあったからね、やっぱ勝ててよかったよっていうのは、こんな感じね、はい、時間もあるんで、ちょっとまあそんな感じで一旦、まあ、止めますけども、うん、午後これ最後の、まあ、こんな感じな、おお、あ、次の動画に行ってしまった。これか。おお、まあこんな感じでみんなで口取りしてっていう。うん。まあ坊坊との思い出は、まあこれにて終了っていう。おお。いや坊坊本当に、まあありがとうってことで、はい。すごいなんかいろいろ学んだ